見えてきましたよ。ここはね、樹木がね、前にあって全体がよく見えますよね。これは本当に立派なもんですよ。立派だけど全体がなかなかうまく見えない。ここまでなるからね。下から上る方法もある、こちらから回る方法もある。立派なんだよ。これすごいね。これ関東では最大級じゃないかな、これ、うん、昔そのままじゃないけどね。五重の塔第一墓地であります。ここからいる、カラーしっかりなる。と言われは仏教の会社であるお釈迦様が亡くなられた時にこのご遺体はダメにされ、その遺骨ぶっしゃりというのは、おんぶっしゃりというのは、おんぶっしゃりは8つに分割されて、その当時インドで主流の8つの、部族に渡されたと。そして、8つの、部族は当県で建立し、それぞれにいただいた御物資車両をその中に安置してお参りした。この塔のことを古代インドの言葉である、ボンゴ、サンスクリット語ではストーバーという、そのストーバーが五重の塔の起源であり、法要や法要で供養する外場の五言だ。そうか、外場というのはストーバーの生玉なんでね。五重の塔のこの世とまた、出した人間が、形作っている一つの要素である地、水、火、風、空の五大を意味する、龍光寺の五重の塔は明治43年1910年竣工。欅造りの銅板壁、神奈川県で唯一の木造本式五重塔である。1910年と、ちょうど100年前だね。初層の上部には彫刻師、永田五日の人による、日蓮大聖人五一大記が奉納されていた。これは神奈川県建築物百選にも選定されている豪健優美な五重塔だ。確かにこれ100年前ね、木造建築では最大のものなのかな。いやー、立派なんだ。暗いね。御開帳はしないんだろうな。